こんにちは、書道家の大江誠法です。今回は縦線を極めるための特別レッスンをお届けします。字の美しさを大きく左右する何といっても大切な要素が縦線です。まずは縦線が書きやすくなる持ち方をお話しした後で、繰り返し練習できる6種類のレッスンをご紹介します。紙とペンを持って早速始めていきましょう。まずは持ち方です。右利きの場合、親指と人差し指でペンをつまんで、あとの3本指を添えます。この時に手のひらがふっくら空間を保っているようにしましょう。横から見るとこのような感じです。紙に接しているのは小指から手のひらの側面、ここがピタッと紙にくっつくような形です。縦線を描く時には人差し指が重要な役割をします。人差し指でペンを動かして垂直に線を引くようにしましょう。その際に親指が少し曲がると自然な動きです。握り込んでしまう持ち方の人はおそらく線がブレやすいと思います。なぜかというと、この手首を動かさないとリーチが短いので線が引けなくなっちゃうんですね。そうするとブレやすくなります。手首の位置は同じところで人差し指で書く、このイメージを持っていてください。上から見るとこんな感じです。人差し指でペンを垂直に動かして、ペンが寝ているところから上を向く、この動きを覚えていてください。左利きの方も親指と人差し指でつまんで、あとの3本指を添えます。置いた時に人差し指で動かしてペンがまっすぐに立つようにしましょう。では早速基本線練習1つ目からいきます。まず1つ目は縦線を4本書いていきます。人差し指を動かして縦線を書きましょう。ついて垂直に下ろします。最後もしっかり止めましょう。2止めます。余裕があれば線の間も均等にしていきます。この時に親指でぎゅーっと握り込まないように人差し指で下ろします。ではこの動きを2回書きます。できれば均等に書きましょう。ではいきます。縦線垂直に、マス目があればそれを頼りにしていくのもありだと思います。さあ、まっすぐ下ろします。右に倒れている人はぎゅっと握り込んでいる可能性があります。人差し指を動かしましょう。もう一回、2、3、4、はい、OK です。次に打ち込みからの払いです。打ち込みというのは斜め45度に点を打ってから下に切り返す、これを打ち込みと言います。打ち込みを作るとより字が凛々しくなります。ただし打ち込み作るのは全部ではなくて縦線か左払いのみとなります。今回は打ち込んで垂直に引っ張ってからスッと抜く、これを4回繰り返します。打ち込んで垂直に、打ち込んで垂直に、はい、これをあと2回書きましょう。いきます。打ち込んで人差し指で切り返し、打ち込んで人差し指で切り返し、スッと最後は抜きます。抜くときは余韻を残して垂直に引きましょう。ここで止めようとすると線が揺れやすくなるので、少し先までペンを動かすと綺麗に払えます。ではあと1回、打ち込み、スッと引く、余裕があれば線の間も均等に書きましょう。はい、次は漢字の川、3本川を書きましょう。打ち込み3本とも作ります。1画目打ち込んで短めに左側に払います。2画目マスの真ん中止めて、最後は先ほどと同じようにスーッと引っ張ります。注意点としては、上のラインが右に上がり、さらに間隔を等間隔に、また長さは1画目と2画目をだいたい同じにして3画目を下げます。結構真ん中を短めに書いてしまう方多いんですけれども、同じぐらいにした方がバランスが取りやすいです。では2回書きましょう。打ち込んでまっすぐ引っ張ってから左に払います。真ん中、
さらに上げて人差し指ですーと引きます。ではもう一回、はい、次は漢字の日、日付の日を書きます。縦線が両脇に2本ありますので、それを平行にまっすぐ書きましょう。人差し指でしっかり打ち込んでからまっすぐ切り返します。止めて横線親指でサポート、切り返して縦線止めます。足の長さだいたい揃えてください。上の横線と平行に1、2と切ります。大事なのはここではこの切り返しです。横から縦にしっかりと切り返しをしていってください。はい、では2回書きます。人差し指を使ってまっすぐとピタッと止めて、右上がり止めてから切り返し、等間隔に切っていきます。ではもう一回、内側に縦線が入らないように気をつけましょう。止めて上げて上げて、ここはついてもつかなくてもどちらでも OK です。はい、続いては月、月曜日の月です。一画目縦線を引いてから最後少し左側に払います。右上がりしっかり人差し指で切り返して止めたら跳ねましょう。横線上の方で2本書きます。全体の形としては跳ねの方が下がります。一画目の払いがすぐに外側に開いてしまうと間延び下地になりますので、割と縦に書いていきます。ではあと2回書きます。さあ、人差し指使って止めてから外側に、右上がり切り返し止めて跳ね上げます。上げて足元広く取りましょう。最後もう一回上げます。切り返し止めて跳ねて、上の方に2本、足元右下重心です。はい、では最後の練習は1冊2冊の冊です。縦線が4本ありますので、間を等間隔に切っていきます。では1回書きますと、打ち込んで最初払います。右上がり止めて切り返し右下重心。さあ、この中を2本の線で均等に切っていきます。に切って横線ズバッと束ねましょう。右上がりにすることとこの間を均等に意識してください。ではあと2回書いていきます。一画目打ち込んでから縦、最後だけ外側に払います。横線右上がり縦に切り返し止めたら跳ねて、はい、意識をして等間隔右上がり。中の2本線は右側の方が長くなっています。では最後頑張りましょう。払って神経を集中させてまっすぐ引きます。気持ちよく書けた時の感覚をぜひ覚えておいてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ちましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。